あ、両チームのイレブンが入場してまいります。両チーム今日はサンフレッチェ広島のクラブ創立25周年の記念試合でもあります。右のサイド高橋宗也、仕掛け左足中入れる、中央足元シュート出るか、後ろからシュート、決まった。復帰の柏、先制点は広島です。開幕戦以来2ヶ月ぶりスタメンの柏良文ゴールを決めました。1対0、広島先制。ね、シュートにこそいけなかったですけどね、ペナルティーエリアの中でやっぱり粘れたんで、はい、最後のシュートもねゴールに近いところにたくさん人数かかってということで、こういったところでこういうのがずれるんですよね。少しシュートを狙った、クロスだ、コントロールショットでいきました。狙っていったアンデルソン・ロペス、しかしわずかにクロスバーでした。ここはファールをせずに高橋がボールを奪いました。ワンタッチで柴崎、ここ、工藤、もう一度柴崎、さあチャンスになる、今度は左サイド柏、野上も入ってきた、クロスがファーに流れる、シュート、いやー、戻った、ロペスのシュート、この跳ね返り工藤が狙っていました。短くつなぐ、スルーをした、そしてクロス入れる、後ろからシュートだー、1点返しました。ヤンヨンギのゴール、2対1、仙台が1点を返しました。選手交代で少しリズムも取り戻したという仙台、はい、ヤンヨンギのゴールです。ここはサイドの崩しのところもうまかったですよね、はい、スルーをしてからワンツーをもらって、ここで奪えば面白い、横パス、前向いて右へのパス、ファールを取りましたか、うん、狙いやすい位置だと思います。後半途中から入ってきていきなりゴールを決めたリャンヨンギ、もう見たで来ました、おーゴールで向かった、決まった、同点、フリーキックで同点に追いつきました、ベガルタ仙台、素晴らしいシュートが決まりました。すごいシュート来ましたね、すごいシュートでしたね、見た、フリーキックで決めました。飛びた、ボックス内、スルーをしてクロス入れる、ヘディングシュート、逆転、なんとベガルタ仙台立て続けに3得点、一気に試合をひっくり返しました。最後は古巣対決、石原のゴール、いやーここはねたくさんの選手が絡んでね、いいゴールでしたね、完全に崩しましたね、そうですね、ラストプレー、
最後柏選手も、ね、落ち着いて折り返しましたよね。なんとか、なんとか広島は勝ち点1をものにしました。逆に仙台は、まあ、逆転をして、そうですね、一気に息を吹き返して掴みかけた勝ち点3がスルリとこぼれ落ちていきました。